日本神奈川県川崎市麻生区片平片平は神奈川県川崎市麻生区の地名。1982年から2006年にかけて住居表示が施行された町町としての片平1丁目から8丁目と2013年12月9日現在で住居表示が施行されていない大技としての片平が並存している。面積は1.80平方キロメートル。 麻生グラウンド、麻生区の西部に位置し、全体が、玉丘陵の上にある。麻生川の支流である片平川が行きを北西から南東へ流れ、それに沿って、神奈川県道137号上朝を連三寺線が並走するほか、東端を神奈川県道3号世田谷町田線が通過している。北部や東部は、小田急玉線の整備に合わせて、 土地区画整理事業が行われ、住宅地となっているが、南西部に残る、正目のつかない片平は主街化調整区域となっており、田畑や雑木林などの景観が残っている。片平は、北東端で、栗平、白鳥、五力田と、東端で麻生川を挟んで、上朝尾と、南西端で、東京都町田市の能ヶや広場釜町と、西端で栗木と接する。 住宅地の地価は2014年1月1日に公表された工事地価によれば片平4から3から29の地点で17万2000円平方メートルとなっている。当地からは、破石台遺跡、片平遺跡、中町遺跡など縄文時代の早期、前期、中期、後期にわたる遺跡が発掘されている。特に、 中町遺跡からは絵鏡型の敷石住居が発掘されており、建築に石を用いた例として初期にあたる。また、南西に富士塚と呼ばれる古墳があり、その名の通りかつては富士山が見渡せたといい、近世には富士信仰の場ともなっていた。当地に所在する信広寺は松寺を八ヶ所有する大寺院であったが、その創建は影響年間と伝わる。 片平は、小田原州所領役長に、小机片平号として載っているが、この時点では、古沢や五緑殿も、片平里の一部とされており、江戸時代へ移る前に分立していった。なお、豊臣秀吉が、小田原征伐に先立って、当地など旧家村に金星を出しており、その実物も現存している。 江戸時代の当地は当初旗本の前橋領であったが、後に天領となり、また一部には信広寺領もあった。片平川とそこから伸びる宿に水田が作られ、大地上は二十歳となっていた。村高は、昭法期の、武蔵田園墓で268国、元六号町で三百国一都余り、天保号町で295国九都余り、幕末の、 休校給料取調べ帳で、天領分が292国7都余り、信弘寺領が3国9都余りとなっていた。年貢以外の不益として、1768年以降、布田五宿の助護を務めた。明治維新以降、当地は、神奈川県に属し、行政上片平村か尾村川崎市と、推移していった。明治に入って養蚕が盛んとなり、 また、ゼンデラ丸垣も広く作られるなど、当地は農村として推移していった。養蚕は大正時代に全盛期を迎えるが、昭和恐慌の影響で都市均衡にあることを活かした野菜や椎茸栽培へと主力が移っていった。当地では第二次世界大戦中から住宅地下の動きが見られたが、戦後にはそれが加速していった。 そのような流れの中で、市は当地を市街化調整区域に指定して、乱開発を抑える一方、小田急多摩線の建設に合わせて、土地区画整理事業が行われ、完了した区域は市街化区域に編入されていった。平成に入ってからも、知って黒川道路と片平川の整備に合わせて、土地区画整理事業が行われている。当地は、片平川を境として、 北東側が崖であるのに対し、南西側が緩やかな大地であることから、片側が平という地形からついた地名だと考えられている。2021年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。小田急電鉄の多摩線が当地の北端を通過するが当地に駅はない。同線の五月台駅、栗平駅及び小田原線の柿尾駅が利用可能である。小田急バスが柿尾駅と赤羽台駅を結ぶバスを神奈川県道137号上安さを 連行時寺線に沿って運行している。この他にも、神奈川中央交通が、道県道や神奈川県道3号世田谷町田線に沿った路線を運行しているが、本数は極めて少ない。域内を東西に、神奈川県道137号上朝おれん、三寺線が通過するほか、都市計画道路として、知って黒川道路の計画があり、一部では、 県道137号と重複する。また、東端を南北に、神奈川県道3号世田谷町田線が通過している。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。